なんてファラオの生贄にしてやります。死ぬが良いです。力で蹴散らしてやります。
違うかしら。あっ、他のとこと違うかしら。あっ、そんなとこ、あっ、勝手につままないで。他のとこと違うかしら。カバラーの力を感じます。カバラーの祝福かしら。何？その頭についてるやつのこと？ファラオはファラオです。これからよろしくと、ファラ…ファラオね。かなり変わった子なのかも。こういう感じだと、かえって女の子だって過剰に意識しないで話す。激しく擦られた部分が、まだ熱を持っているようです。その感覚を知ってしまったからには、もうあなたなしには生きていけないかも。なんかその言い方だと変な意味に聞こえるんだけど。こんな体にした責任は取ってもらいます。あなたについていくと決めました。仲間になってくれるのはありがたいけど、とりあえず人聞きが悪い表現はやめてほしい。